大谷大学信州総合研究所チベット文献研究班では、1990年代の初頭よりパソコン上でのチベット語処理、とりわけアップル社の OS マッキントッシュ上でのそれに取り組んできました。1995年にはマッキントッシュの多言語処理機能ワールドスクリプトのシステムにのっとってチベットランゲージキットフォーマッキントッシュを開発し、これを無料で配布してきました。昨年2007年10月にアップル社は新しい OS MacOS X レパードをリリースしました。この新しい OS レパードには2種類のチベット語フォント、3種類のチベット語に対応したキーボード配列を含むチベット語システムが搭載されています。これらのシステムは大谷大学信州総合研究所チベット文献研究班で開発され、アップル社に無償提供されたものです。それではこのシステムがどのようなものなのかというものを実際に、見ていただきたいと思います。まず最初にこのチベット語のキーボードを選ばないといけないんですけれども、まず言語メニューのところから言語環境を開いてもらいまして、で入力メニューの中からチベット語に対応したキーボードを選んでもらいたいと思います。キーボードは3つ用意されています。全部チベタンという名前が最初についてますから探すのは簡単だと思いますけれども、チベット語に対応したキーボードがチベタンオータニ、チベタンクエリティ、それからチベタンワイリーという3種類のキーボード配列があります。デフォルトの状態ではこの3つはチェックがついてないと思いますので、デフォルトの状態ではチベット語を使えませんが、これのどれかを選んでいただくとチベット語がスムーズに打てるようになります。ここで一応3つ全部選んでおきたいと思います。その上でこの言語環境を閉じてもらいますと、この言語メニューのところに先ほど選んだ3つのキーボードが並んでいます。さてそれでは実際にチベット語を入力してみたいと思います。チベット語のキーボードを選んでもらいまして、これでゲボ、王様という意味の単語です。この綴りを単純にローマ字に直してみますと、こういうふうになるんですね。 RGYALPO というふうになります。チベット語は英語などと同じように左から右に書いていく文字なんですけれども、単純に文字が左から右に並ぶだけではなくて縦にもつながって綴りを構成するということが行われます。実はこれがチベット文字をコンピューター上で処理する場合に一番難しい点なんですけれども、例えばこの王様という意味の単語について言いますと、ゲボの最初の一番最初のこの文字というのは3つの文字が縦につながって、できています。どういう文字が3つにつながっているのかといいますと、この今下に書きましたラ・カ・ヤというですね、この3つの文字が縦につながってこのような文字になっています。真ん中のこの文字はすぐに、どの文字か、この部分がそれに相当するというのはすぐに分かると思いますけれども、
例えば上のこの文字あるいは一番下のこの文字というのは形が変わっているということが、見ていただいてわかると思います。そして、そういうふうに縦の結合を正しく表示させ正しく出力させるということが、チベット語、チベット文字をコンピューターで処理するときに一番大切なことなわけなんですけれども、ではじゃあそういう縦の結合っていうのは一体どれだけの数の、結合があるのか、どれだけの数の種類の結合があるのかということについての調査っていうのをこれまで誰もしたことがありませんでした。もちろん一般的にチベット語で使われる一般的なチベット語で使われるものについてはおおよその数が分かっていたわけですけれども、チベット語の中には例えば仏教のものであればインドのサンスクリット語という言葉をそのままチベット文字で置き換えたものなどもあり、そういったものそういった外来語を写すときにどれだけの縦の組み合わせがあるのかということについて研究した人というのは誰もいませんでした。私たちはこのシステムを作るにあたって結合というのは縦の結合というのがどれだけあるのかということをチベットで一番最初にできた辞書である、翻訳妙義対象というものをもとにして、統計を出しまして、そこにある、縦の結合というのを採用して、このような、縦の結合を正しくさせるようなシステムを作りました。もちろんそれ以外にもあるかもしれませんけれども、私たちはチベット研究をしているわけですから、どういったらいいですかね、きっちりとした文献にのっとってその文献にあるものを採用すると。だからこういうのがあると考えられるというものは根拠がないということであえて採用はしていません。ですから逆に今回この私たちのシステムを使っていただいて何らかの文献を入力してもらってそれでこういう文字が出ないということがありましたらぜひそういう情報を提供していただきたいと思います。